11位まで押し上げてきました。足の子には47秒の差がありましたが、7区で明治大学が11位、そして12位東洋大学と変わっている。さあこの後どれだけ前10位を追っていけるかというシード権争い。明治大学はシードを取れば3年ぶり、東洋大学はシードを取れば18年連続です。さあ伝統校2チームがどういった形で前を行く10位シード権のラインを追っていくことができるんでしょうか。今10位でスタートしたこの創価が10位をここまで瀬古さん上げてきましたね。ね、まあ優勝もね狙えるチームですからね。そうですね、はい、これからどんどんね上げていくんじゃないでしょうかね。そしてスタジオゲストの飯田さん。